えっと、この画像はそうなんですけども、髪の毛の長さが27歳の頃のものなのか、その、えっ、ー、とね、これは、その、まあ、通報でもあるんですけど、過去様って書いてあるんですが、誰が作ったのかっていうことですよ。 で、インスタグラムの仕組みは僕もよくわかんないんですよ。あのー、一回どっかで上がってる画像とかを次々こう貼り付けていけるものなのか何なのか。ここですね。これですね。この中に、えー、先ほどのものがありました。で、先ほどの画像の内容であれば、 胸丸出しでしょう。で、本人なのかどうかっていうところと、その場所を考えたら、これは神戸ではないんじゃないですかね。この辺りはハーバーランドだったとしたら、その向こうに、えー、ビルはないでしょうから。どっか だから、これ、淡井圭介に対する嫌がらせでも、こういう画像を混ぜ込んでくることもできるし、ただからまあ、もともとダンスしてたっていうこととか、やっぱり僕もいろいろ考えますから、だから芸能界、テレビに一回出てるから、その、芸能人としてサカーグループに入っていたのかどうか、例えば、宮沢貴一元総理の孫のえ宮沢智アナウンサーというものは、 どこかの坂グループに入ってたみたいですね。だからそういう者たちがいっぱいいるんですよ。だからその実態はっていうことになってきたら、デモとはみんなの税金だったんじゃないのかみたいな話になってくるんですよ。だからこれは過さ様に聞いてみなきゃわかんない。で、過さ様もその自分で説明しますっていうことはえ言ってたんですね。私が説明しますって。でただ、その前に、その、 佳子さまとその一緒にいた、サッカーグループか、AKB グループか何かのグループかのものか、眞子さまとの会話で、過去にも鍛えていたことがあるからとか何かそういうのを見せてあげたらとか何かそういうワードを言ってたんですけども、それによってコンピューターの AI で自動で出てきたりしますどうなってます そう,そういう懸念のことをいっぱい言ってるんですよ私は。でそれに対して春山整骨院の連中は、えー、先ほど今日だったらね、えー、午前中の時間帯にその自分側で亡くなってもいいのかとか何かそういう,、えー、もうこちらが余計腹立つようなことをね何回も言いに来てる老人の男性がいるんですよ。 いやその男は元宮内庁の人間とか政府上層部の人間とかの可能性あるでしょこの間も高級車がたくさん泊まってるとこを一応撮影しておいたんですけども建物建てすぎ。で、建築業界に仕事を与えて票を集めて自分たちが高級取りになってそれがバレそうになったらっていう形式なんですよ。激闘のところ。で、他も同じ。医療業界も同じ。票。 もう僕だって投げ出したくなななりますよこん無世界かせめてカッコさんは自分から僕の家に来てくれないと自分から率先して電話したりとか、まあ、やっぱりもうこういう言い方になりますその自分たちがどれだけむごいことをしてるかっていうことの自覚をまず持っていただきたいんですねで自分がそのままああ仮に まだね、性的経験がないとして、処女だとして、あのー、それはもうご本人に聞かなきゃ分かんないですよ。分かんないですけども、そうだとして、もし47歳まで長引かされたらどう思いますこんなことをずっとやられて。それでも事の判別つくでしょ。だからもう、ここ一こ個と個争うんですよ。あのー、河川水門会式でも地下水流、それとトンネル発電とかに関しても早く進めなければならない。で、こういった発言を他者が遮っちゃダメなんです。 晴山骨に集まってくる人間なんか特に、あとは池井助の自宅の横ごちゃ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 言いに聞きながら、あと、岡場駅周辺とかを、よその場所も同じ、日本全国。他国行っても同じ。他国は行ったことないですけど。言える人、ここしかいないでしょ誰か注意してくれる人、他にいるんですか世の中帰れそうな人いるんですか本当にエネルギー尽きてしまいですよ。で、老人男性だからもう自分が生きてる間ぐらいはエネルギーの輸入があるわと。 石油とかガスの。今のあの、小中学生なんか未来ないですよ。僕は二十歳ぐらいの頃に技術的採掘可能埋蔵量を先々ずっと掘っていくことを計算して、大体の数字で残り69年分、世界全体のね、石油の採掘量と消費のペースで。で、2011年の段階で59年分、少しずつ一応先延ばしはしてるんです。 だけども消費量は拡大してるんです。石油の消費量とか、数字ではっきり出てるんです。で、えー、2022年のデータで残り54年分なんです。天然ガスは49年分なんです。石油の揮発したものは基本的に7割以上の天然ガスなんです。石炭は100年分ほどあります。だけども、大肝エネルギーとしてはあまりふさわしくない。 まあ火力発電として使用するぐらいだと思いますよ。石炭とかたくさん運搬して、船とかに載せたとしても、まあ、どれぐらいガソリンと比べて変わるかっていうことなんですよね。だからウラン港に関しては、大型貨物船に関しては、その、アメリカのね、あの空母のように、えー まあ原子力貨物船にした方がいいと思うんです大きな貨物船見たらびっくりしますものすごい重量だろうなっていうのは分かりますから大量のエネルギーは必要だろうなとで港について停泊してるときは港にコンセントつけておいて電気を流し上げるような形にしたらいいんですよそうすれば結局無駄なくエネルギーを使用できることになるんですよ最終的にガソリンがなくなったら一番困るんですよ 物の運搬でね大型車両なんかガソリン以外で考えれないでしょ。でただあの、石油層の中で天然ガスはあ天然ガスに変わっていくんですよ。自然と揮発するから。からそれは液化天然ガスにして日本の場合は運ん,で運んでるんですね、サハリンとかから。だから危機感が多分全くないからだと思いますよ。 危機感があったら、しっかり僕の家に来るはずですから、文人様にしてもそうですし、まあ、この間、隣にいた男性がみ人様だという認識ができなかったとしか言えないんですよ。で髪の毛の長さでね、佳子様かどうかを判別しなきゃならなくなったわけであって、だから、坂グループとか入って変に浮かれました。テレビ局とかに行って。 これ、通報でもありますしその、もしかしたら過去様じゃない人間がああいうふうなことを行って、ああいうふうなところに、えー、貼り付けたのかもしれないし、AI によるものなのかな、なんかもわからないし、な何でも証拠だから、あの動画の内容を一切書いちゃだめ。刑法、電子記録の改ざん。 もうだからテレビ局とかもうみんな悪いことする。一回やめて、本当に。嘘言うんやめて、本当のことだけにして。もう世の中無理やから、それだったら、本当に。もうずっとほったらかしだから、誰もエネルギーの残存の問題に対して、真面目に稼働なんかほとんどの人間してないから。太陽光パネルとか増やしたってたらへんから、全然。風力発電もそう。河川水門開閉式だめ。地下水流ストレートトンネル発電とか。 たくさん電力が発電できるような見込みのあるものを、えー、しなかったら無理だからであの両、葉力発電の話もよくわかんない僕も本当にあるのかないのかダムよりも高いところに、あのー、ビルとか建ててしまってるから住宅地とかだからそこへ夜間なのかもう正直夕方とか動いてるのを見たからその、あのー、例えば、えー 千台貯水池の方かなあの、JR 道場駅の近く、えー、一応まあ神戸市北区の範囲ですかねで、そこのダムよりも高い位置のところにタンクがあるんですねで、そこへ供給してあるだろうと思われる装置、それの可動音が聞こえてましたからあ、これも多分組み上げてるんだろうなと、電力使って。 もう嘘が多すぎるだから佳子さんも将来の自分の命がかかってるっていうことを肝に銘じて早急に来てください。以上です。で、うん、おつむいて撮影してるときと顔をこう上げたときで、それだけでも顔が違うでしょう。で、今ちょっとまた撮られてるかな。 えーまあ、自分で自分の顔ぐらいすぐに直せますから、えー、ただちょっとあの顔の形状自体を変えられると、またちょっと直し方、えー、コツとかいるんですけども、とにかく早い対応してください。えー、その辺通り過ぎて終わり、もう永遠に終わらないですよ。世の中良くならないですよ。みんなそれ見て余計めちゃくちゃなことし始めるから、それがコロナウイルス、2019年ちゃんと僕は後継赤坂御所の前に行った。佳子さまは前に、えー、お出迎えに来てくれとったらよかった。 時間まで言ってたんだから。だから順序で言うとあの、まあ、先ほどのホテルの映像に関して、それで髪の毛を切ったとしたのであればね、ややこしいようなことをずっとしてきたのは、それは個室も同じだから、それに対しての,あのごめんなさいっていう意味合いも込めてね、ちゃんと入り口で、えー、お出迎えしますとか。 そういういことだったら分かるんですだからそれだったらもうずっと開き直って例えば児童出版文化賞に対するものとかこういうものが公務として必要かっていうと必要じゃない他にもたくさんありますあの緑のあの 会議だとか、ああいったもので、よけ建築業界に関わらされそうにされてるで。2回撮影してとか、そういうことをするんじゃなくて。 本当にちゃんと知識身につけて、していいことと悪いことをしっかりと区別つけること、で、あともう成年皇族になったぐらいで、あのー、いきなり社会全体のそのエネルギーの残存量問題とは全部、あの社会全体がどうなってるか、実際の映像、僕のホームページから閲覧できるようにしてますから、それを佳子様とか、えコまこミま、ト様,様が、えー、しっかりと、 過去、えー、様が覚えなければならないことの欄からアクセスできるようにしてますから、それで社会の実態と向き合ってもらわなかったら、騙されますから、海外留学なんかしたら。向こうの人たちもどうせ分かってない人たちばっかりだから、自分の国のことすら。議員から何から何は全員もうダメ。できてない人たちが多すぎます。結局僕は言わなかったら何も止まってなかったんだから。 あと、国際ガールズメッセージ、にビデオメッセージっていうものも、まあ、動画の内容4分何秒で、それを見てる人たちにどれぐらいの影響とか、そのエネルギーの残存論問題とかを伝えるんだったらいいですよ。だけども、そういったことを伝えないで、ぼやっとしたことを伝えるっていうのは一番危険。どうとでも受け止めれるから。これしちゃダメですよ、あれしちゃダメですよっていうことをはっきりと言うこと。それなら公務としていいけども、そうじゃない公務って本当に意味がない。 ただただ余計なものづくりが始まる。で、有田焼とかに関してももう率直な意見言わせていただきますね。買い手がいたら買う。需要と供給のバランス。必要だったら作る。必要じゃないんだったら作らない。そんなとこコウで行く必要がない。家の老朽化は絶対進みますから、 その災害、台風も含めて来た時にね、家屋が倒壊するような家、誰もは住みたくないと思います、ボロボロの海、えーえー、家。で、えー、今、自然と何か海っていう言葉が出てきたんですけど、何か意味あるのかもしれないです。その絶対働くような仕組みにはなってるんです。で仕事の絶対数を増やしちゃだめなんです。余計な仕事が増えるから。 サッカー見てもわかる通り、バスケットボール見てもわかる通り、ラグビー見てもわかる通り。エネルギーを消費して、えー、地震増やしてる。例えばこれだったら5日前の、えー、震度5弱の地震。えー、関東圏の下で、えー、ガソン採掘しています。当たり前です。空洞化はずっと広がっていくんだから。 防災とかそういうところに軸を置いて、えー、行動するようにしましょう。そうしなかったらきりがない。で、それは誠実な対応を知るかどうか、僕の家に来るかどうかで分かります。まず話し合いですから。いきなり襲ったりとかしませんよ。その結婚話のこともちゃんと聞きますから、結婚してもらえますかっていう、その、昔も佳子さんは自分から言いに来てくれたことあったと思うんですけども、 私だったらいいですよっていうこと言ってくれたことありましたよね。だから、それについての、その、あまり結婚で責任とか言いたくないんですけども、これは第三者が言うべきことなんですけども、それで自宅来てもらう方かも話にならないですよ。責任感あるかないかの話ですから。 だから29歳までに結婚したいんだったら早く川愛啓介と結婚したらそれ二29歳までに結婚できたわけですし。まあ一応この画像も撮影しときますね。まあ髪の長さ、あの背中のところと似てるでしょう。で、誰かに何か言われたとしても、その、ああいうふうな写真を写すべきではない。で、またビルのカーテンが、 開いてるでしょうでこの姿の時にこれぐらいの髪の毛の長さの時にこの服装だったかもしれない、えー、神戸市兵庫区港川の東山工房近くで淡井圭介とすれ違ってる可能性がある向こうから声をかけてくれたかもしれないとしか言えないあのその辺の記憶ははっきりとありませんから だから、以前は、こうのありの中町で、後ろから僕は追いかけるような形で声をかけた時に、まあ、電波での脳のアクセスで、最初の方、以前どのようなことを言ってたかっていう内容を、お互いが聞いて、その後、佳子さまが、その後、私の後についてきてくださいっていうことを言ってるんですけども、自分の名前を、なのって心の声の方で、喋ってじゃないんですよ、マスクしていて。それは危険。 その方法は。もしその人が過去様当人じゃなかったらっていうことを考えたら分かります。僕は自分がこう言ってます、ああ言ってます、心の声でっていうのを伝えています。ホームページでね。だからそれは裏付けが、裏付けというかその、えー、証拠という形になります。自分がその時聞こえてきた内容がそれで合ってるかどうかの過去様は確認ができる。だけども僕は確認ができない。アンフェア。 それをするから世の中、あの、むちゃくちゃになるんです。していいことと悪いことの区別はつかない。だからもともとオリンピックっていうものを始めてしまった。それはもともと貴族の遊び、遊びの、えー、退屈しのぎの競争だったから。ヨーロッパ始まり。だからこれはもうストレートに言っておいてはがいい。格闘業界はもう殺すようでしょ。闘技場。だからまあ日本は日本で相撲の歴史があるから、なんとも言えない部分はあるんですけども、 やっぱりその辺もあまり良くない、本当は。大きな怪我やっぱりしますから。いや、そんなことよりも今重要なのは違うでしょっていうような形で物事進めなかったら、もう気にないですから。もう何年も前から同じこと言ってますよ。だけども、どこの業界も協力しようという気がない。その一つの要因は、カプ様まが自覚を持ってください。自分が YK さんの横を通り過ぎて、自分から声を出して呼ばないから。 それぐらいの気持ちがあれば、自分から声かけれます。ちゃんと自宅来れます。今顔は潰されてるけども、多分自宅に来ないでしょうね。今の段階ではね。こちらのリアルタイムの時間軸の淡井圭介の内容に合わせてもらった方がいいです。良いです。それで顔の差合いとかも決めたらいいんですよ。まあ、それでやって正しく動けるようになるんじゃないですか。 で、あともう少し言いますけども、この植林記念樹なんですけども、別の人間がね、あの、先に別の動画を用意しといて伝えてるかもしれない。で、これに関して、こんな小さなあの植木鉢だったら木は育たないです。だからそもそものところで植林に対する間違えた知識を広げてしまうから、こういった動画もなしにしてください、本当に。はぁ、あ。 もう解散するところを間違えてる、本当に。で、他者が見るものだから、他者との受け答えがあるから、絶対データの改ざんなんかしちゃダメ。映像に関して。以上です。それぐらい国がしっかりとコントロールしてください。